洋父の宿は、高木明光の短編推理小説、コーズ京介シリーズの一つ。本作は、1949年5月に、宝石に発表された。東宝社、洋父の宿、角川文庫、洋父の宿、不走者文庫、諸行、死生殺人事件、公文社文庫、コーズ京介、密室に挑む、コーズ京介傑作セレクション1などに収録されている。 本作はもともと探偵作家クラブの新春の例会で犯人探しとして読み上げられた作品で日本の密室ミステリーの中でも屈指の傑作である。本作は第3回探偵作家クラブ小短編部門の候補作品に選出されている。伊豆の粉温泉、白泉ホテルは新興財閥の一人である小関新八郎を経営者とし、 山部栄作が支配人を務めているが、ホテルの実験は、尾関の愛人にして、バンプ女優の役もマリコの手に握られていた。男から男へ渡り歩く彼女に、見慣れ外なく、富と情熱を奪い尽くされ、生けるかばねとなってこの世から姿を消してしまっている。京国施爵も、その一人でマリコにもてそばれて捨てられた挙句。 残された弟に復讐を頼むとの悲痛な一言を残して拳銃自殺を遂げたのである。そして、折しもマリコが明日宿泊しに来る、このホテルに、新聞記者となった京国施爵の弟、京国大鳥次郎が宿泊していた。その翌日、旧地である警視庁の松下捜査第一課長から、名探偵、コ津ズ京介が、近藤慶一という変名で宿泊する予定との、 手紙が届く。近藤慶一はすでに前日から宿泊していた。さらにホテルに、マリコそっくりの老人形が一体、左の胸に担当を突き刺されて、トランクに収められて届けられた。不吉なものを感じた山部は、近藤慶一こと、高津京介に相談する。そして、二枚目映画俳優の月仙系と、美男子流行歌手の花村敏夫を従いてマリコが、 到着すると、その後、突然、小関がホテルを訪れる。小関は山部に、事業が思わしくなく、駅舎に相談するとマリコに原因があると言われ、思い悩んだ末、彼女と別れようと思うと告げる。夕食の席上、近藤慶一子とか三津が、ホテルに届けられた、老人形の話をすると、マリコは、自分も、老人形のように殺されてしまうかもしれないので富みに。 不審判を求め、花村、過密、月船の順で不審判を務めることになった。そして翌早朝、老人形が庭に倒れているのが発見される。なぜかマリコのスリッパを履いており、その裏には自分で歩いてきたかのように土がこびりついていた。不安に思った山部は不審判を知っている月船の前で、部屋の扉を叩いて、マリコに呼びかけるが返事がなく、扉を壊して、 中に入ると彼女は、老人形と同じように左の胸に担当を突き刺されて殺されていた。窓も扉も鍵がかけられており、扉の鍵はマリコの寝台の下から発見された。この完全な密室殺人に蘇生を明かしたコ津ズ京介が挑む。ありがとうございます。